ちは。この前の日曜日、公認心理師の試験を受けてきました。公認心理師は現段階では唯一の心理系の国家資格です。この公認心理師ですけど、今年の2022年までは G ルートといいまして、現任者、教員とかカウンセラーとか介護士とか、そういう経験が5年以上ある人にも受験資格があります。来年以降は受験資格がかなり厳しくなりまして、心理系の大学と大学院を卒業していないと受験資格がなくなります。で、今回初受験だったんですけど、 G ルートで受け付けてもらえるのは今年度までということで、最初で最後の一発勝負だったわけです。そして、受けてみた感じですけど、個人的にはどの過去問よりもどの模試よりも難しかったです。ネットを見ても結構難しかったという意見が多いですね。そして特徴的だったのが、試験は午前2時間、午後2時間と、2部構成になっているんですけども、両方とも午前午後ともに最初の方にすごいとっつきにくい問題が固まっていて、後半は比較的解きやすい問題が多かった、そんな印象を持ちました。これどうもメンタルを試してきてるんじゃないですかね。最初の方でできなくても後半に立て直すことができるか、そんなところを見てるような気がしました。それで、試験はマークシートなんですけども、まあ主に5択なんですが、時々2つ選べとかいうのがあります。単なる5択です と、期待値はまあ20%、 0.2 なんですけども、2つ選べってなると期待値は半分の 0.1、 10% に下がりますね。まあ、普段は私は問題を作る側なんでよくわかるんですけど、2つ選べとか全て選べっていう問題作ると、正答率はガタ落ちします。で、回答者もすごい不安になって、なかなか正答を出しにくい、そんなところもあったりします。それでですね、自己採点してみたところ、まあ受かっても落ちてもギリギリかなという感じがしました。まあちょっと生殺し状態なんですが、なんとか受かっててほしいとも祈るだけです。もしダメだった場合は、まあもう G ルートで受験できませんので、まあ、産業カウンセラーかキャリアコンサルタントかあたりで手を打つかななんて思ったりもします。ただ、まあもちろん巷で言われてるだけというだけで本当にそういうわけじゃないんですけども、まともなカウンセラーとまともじゃないカウンセラーの見分け方として、公認心理師か臨床心理師を持ってるか持ってないかという基準があったりします。ですから公認心理師はどうしても欲しい資格でした。で、今教員や、何だろう、公認心理師法で二重関係というのを使えようというのがありまして、例えば生徒&クライアントとか、そういう、友達をクライアントにするとか、そういうのはあんまりよろしくないとされています。ですから今の学校で、カウンセリングみたいなことをするというのはちょっと難しいんですけども、まあ生徒理解とか、授業を組み立てる際の心理的効果を考えたりする際にすごく、まあ、心理学の知識は役に立つと思います。で、障害学習というか、まあ、キャリアアップのモチベーションとしてどうしても心理系の資格が欲しいところだったんで、まあ公認心理師なんとか受かっててくださいと、まあ、祈るばかりです。8月26日結果発送ということになりますが、1ヶ月まあ家宝は寝て待てという心持ちで待ちたいと思います。ということで、もし受験された方いましたらお疲れ様でした。お互いに良い結果を祈りましょう。ご視聴ありがとうございました。